今日は朝から気持ちのいい秋晴れ。雲もほんのちょっと白いのがちらほら見える程度ですね。今日は向こうの竹林の方の仕事を休みにして、平地の畑のバナナ周りの草引きなどして、いずれエンドウやそら豆の葉種の準備をしようと思っています。今日は梅畑の方の南側の垣根沿いのバナナ周りをやろうかと思っていますが、昨日竹林での仕事をした後、梅畑の入り口のところだけちょっと草引きなどしたんですね。これから奥の方に向かってやっていくつもりです。奥手の大豆などを不織布ポットに巻いたもの、トマトの苗なんかも生きているのがありますが、草刈りした後にこういう不織布ポットをまたバナナ周りあるいはそばに置いていって、いずれキヌサヤエンドウをまた葉種するつもりなんですね。そして株周りには、バナナの株周りには落ち葉などあるいは枯れ草などを徐々に敷き詰めていくつもりです。8月中は雨が多かったのでほったらかしにしておいても大丈夫だったんですが、9月に入ってから雨は少なくなりましたので、こういうふうにトマトの根なんか、こんなふうにですね、トマトの根なんか土から露出しているものなどもありますので、その辺の土を削ってここに足していって、そうして新しい土をある程度多めにしておいて、またキヌサヤエンドウなどを葉種できるようにする作業などをしようと思っていますね。銀バナナ、シルバーバナナの3本の水芽も徐々にですが成長してきています。これは来年再来年ぐらいですね、低木性で結実する可能性はあると思いますがね、今度の冬のデグレードの度合いにもよりますがね。和歌山県に戻ってきてから通常サイズのバナナで露地で低木性での開花結実に成功した例はまだないので、とりあえずはこの銀バナナですねに目をつけているんですがね、あと2年はかかると思います。デグレードが甚だしかったですからね。裏山から持ってきた六角バナナは比較的こちらに持ってきて日照を十分浴びられるようになってからは成長が目立つようになってきましたね。バナナは何と言ってもお日様好きですから、
まあ、水も欲しがりますが、水は例えば1ヶ月ぐらいですね、なくても露地でしたら持ちますしね、1ヶ月も日照が不良ですと成長がだいぶ遅れてしまいますよね。ずっと向こうまで前に植えたバナナは全部元気に育っているので、草を拭いてマルチをして冬に備える準備をしてあげようと思っていますね。